亡したロシアワグネル元指揮官、ウクライナと戦いたくない雇い兵たちは公開銃殺した。ロシアの民間軍事会社ワグネルの元指揮官がウクライナ戦争の悲惨な実情を暴露した。ワグネル指揮官だったアンドレイ・メドベージェフ氏は現地時間の先月30日に CNN テレビとのインタビューに応じ、ワグネルは戦いたくない者を一箇所に集め新人の目の前で射殺したと主張した。メドベージェフ氏はワグネル雇い兵として前線に投入されたが、後に海外に逃亡した。メドベージェフ氏は逃亡を決意した理由について、銃殺が怖かったからと述べた。ワグネルは戦術や戦略も立てず、ただ雇い兵たちを戦場でいわゆる弾よけとして使っているとも主張した。メドベージェフ氏は敵の位置に関する情報が与えられるだけで本当の戦略と言えるものはなかった。戦場に投入された我々が誰が銃を撃つかを決めたなどとも説明した。戦車の次は戦闘機供与も秒読み。アメリカが描くウクライナ反攻シナリオ。ロシアによる攻撃が続く中、ウクライナに対する西側戦車の大量援助が紛糾の末に決まった。ウクライナに送られるのはドイツ製レオパルト2、以下レオ2、アメリカ製 M1、イギリス製チャレンジャー2という西側第一線のヘビー級戦車3バドリ300台以上だ。これを受けてウクライナの大平原で西側製ロシア製両戦車が相まみえての大戦車戦が起こるのかと想像する読者も多いだろう。だが NATO の盟主であるアメリカがウクライナ軍に伝授する地上戦の進め方は、圧倒的な空軍力で敵を壊滅させた後に戦車を繰り出すというのがセオリーで、こちら側にも相当の被害が出る戦車同士の殴り合いは極力避ける。第二次大戦後の朝鮮戦争や湾岸戦争、イラク戦争でも、実はアメリカは戦車戦をできるだけ避け、強大な空軍力で敵戦車部隊を壊滅することに注力した。要は同じ土俵で戦わないのである。コスパに優れたマルチプレイヤーの米製 F-16、こうしたアメリカの戦術を見越してか、早くも一部メディアは、次は西側主力戦闘機を供与かと報じ始めている。本命とみられるのはアメリカ製の F-16 ファイティングファルコン。かねてからウクライナのゼレンスキー大統領や同国の首脳、高官たちが欲しがっている機体でもある。選ばれる理由はレオ2とほぼ同じ。第一線で活躍する高性能機で、 NATO 加盟国の多くが採用し、西側戦闘機の中では一番在庫があり運用コストも安いからである。F-16 の初飛行は1970年代半ばで、本国の米空軍はもちろん、20カ国以上の同盟国、友好国が主力戦闘機として配備している。第二次大戦後に開発された西側戦闘機の中では歴代3位、5000機に迫る生産機数を誇り、アップグレードを繰り返しながら未だ生産中のベストセラー機だ。全長約15メートル、最大離陸重量約19トン、エンジン1機単発という体格は、現用の戦闘機としては小ぶりで、航空自衛隊の主力戦闘機、米製 F-15 イーグル、全長約20メートル、最大離陸重量約26トン、エンジン総発と比べると一回り小さい。だが軽快で扱いやすく、調達価格や運用コストも安いことから、多くの戦闘に投入され、実戦経験も豊富だ。敵機との空中戦をはじめ、低速時の飛行性能が抜群なことから、爆弾やミサイルで地上攻撃をしたり、対艦ミサイルで敵艦を狙ったりと、マルチプレイヤーぶり、専門用語でマルチロール機、多用途機と呼ぶには定評がある。まとまった数をすぐに集められる在庫数やランニングコスト、部品調達のしやすさ、訓練施設や操縦経験者の豊富さなど、現実を考えれば F-16 が最適だろう。アメリカの戦闘機総数は予備機を含め3000機を超え、NATO でも圧倒的なので、大量供与は同国のストック頼みとなる。種類は F-16 のほかに F-15、FA-18、ステルス機の F-22、F-35 などをそれぞれ数百機単位で揃えるが、
奇数やコストの点でやはり F-16 が適任で、ステルス機はそもそも軍事機密の塊なので論外だ。 NATO 加盟国の F-16 の保有数はアメリカが約950機、トルコが約260機、ギリシャが約150機など計1600機以上で、200から300機の供与は難なく行えるはずだ。これとは別にアメリカは自国製 A10 サンダーボルト攻撃機も相当数を譲渡するのではともささやかれている。戦車キラーと呼ばれ、冷戦期に津波のように押し寄せる旧ソ連軍の大戦車軍団を叩くことを専門に開発された。30ミリという強力な機関砲や 7.3 トンという爆弾搭載量の多さ、 F-16 は 5.5 トンを誇り、大量の爆弾や対戦車ミサイルを抱えて敵戦車部隊を丸ごと鉄くずにする死神だ。電子戦機やレーダー攻撃機の供与も、戦闘機に隠れて目立たないものの、ある意味戦闘機以上に重要な特殊任務特化の軍用機も送られる可能性が高い。注目は次の3タイプで、これらハイテク機の開発運用はアメリカの専売特許といっても過言ではない。1、レーダー攻撃機、いわゆるワイルドウィーゼル機、凶暴なイタチの意味。戦闘機にとって最大の脅威となる地対空ミサイルサム、とりわけ50から100キロの中長距離の射程を持つロシアの S-300 などは怖い存在だ。そこでまずはサムの樹木である防空レーダーを封じて、サムを使えないようにして、後に続く味方戦闘機部隊をサポートするのがワイルドウィーゼル機の任務だ。後述する電子戦機などと一緒になって、敵の防空レーダーが発信する電波をいわば逆探知し、発信源に突進するレーダー攻撃専門のミサイル、対レーダーミサイルで破壊していく。まさにロシア払い的な存在で F-16 の改造機が務める。2、電子戦機。簡単に言えば強力な妨害電波、ジャミングで敵の電子機器を狂わすハイテク機で、米軍の空爆作戦では不可欠の機体でもある。妨害電波で敵側の戦闘機のレーダーや電子機器はもちろん、通信機器、地上の各種サムなどに不具合を起こし使えなくしてしまう。ロシア側も様々な対抗策で臨むはずだが、アメリカはさらにその上を行く技術を用意していると思われ、機体は米海軍の EA-18 グラウラーが有力だろう。3、空中早期警戒機 AEW。機体の背中に大きな皿状のレーダー装置、レドームを持ち、上空から半径500キロ以上先の敵機を捉え、その情報を味方機に伝える空飛ぶレーダー基地。レーダーの電波は通常まっすぐにしか飛ばないので、地上の防空レーダーの場合は地球が丸いため、一定の距離より遠くになると低空部分に死角が生まれる。この死角に入った敵機を発見できず、奇襲を許してしまうという弱点を抱えている。この死角をなくすために、レーダー基地を上空に飛ばして、電波をシャワーのように降らせば死角がなくなるという発想で誕生したのが AEW だ。強力なレーダーでいち早く敵機を発見して味方戦闘機に伝え、相手が気づかないうちに長距離空対空ミサイルで撃墜するのが米国の得意技で、米海軍の E-2C-D ホークアイが有力候補。 NATO の他の主要国も少数ながら戦闘機を供与するかもしれない。イギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国は共同でユーロファイタータイフーンという戦闘機、初飛行は1994年を開発し、合計約450機を配備する。米製 F-16 ばかり目立つと、欧州勢の存在感がなくなり、タイフーンの世界販売にもマイナスになるとの国際政治的な読みも働き、多少背伸びをしても、タイフーンを十数機ほど送る可能性はあるだろう。同じく戦闘機開発で独自路線を取るフランスも、世界にアピールするチャンスとばかりに、自国製の主力戦闘機ラファール、初飛行は1986年を十数機ほど出撃させるのではと見る向きもある。ちなみにロシア、ウクライナ両者の戦闘機攻撃機の数だが、
ミリタリーバランス2022年版 A 国際戦力研究所編によれば、ロシア約1030機、ウクライナ115機と推測され、戦争による損失はロシア70機近く、ウクライナ55から60機と見られている。その後の新規製造や他国からの供与など棚卸しを正確に把握するのは難しいが、仮に新規の増加がないと仮定すれば、残存数はロシア約950機、ウクライナ約50機で、後者の損耗率はほぼ5割に達する。ただロシアは広大な国土も防備しなければならず、全機をウクライナ戦に投入することはできない。常識的な線から極東200機、北極海200機、対 NATO200 機、その他100機と考えれば、動員できる機数は200から300機が無難で、これを分母にして考えると約70機は相当のダメージだとわかるだろう。今後 NATO からウクライナ側に仮に100機が供与されたとすれば、実に2倍近い空軍力増強となり、対峙するロシア側にとってはかなりの脅威だ。